3月16日、川崎市高津区の川崎市民プラザでフリーマーケット for Kids and Baby が開催されました。Kids and Baby をテーマに、子ども用品や手作りの品を扱う店舗が出展しました。多くの来場者が集まった屋内広場では、およそ30店舗が出展し、買い物を楽しむ家族連れでにぎわっていました。こちらのカスタムボールペンなんですけど、こういうビーズを、好きなビーズを入れてオリジナルのボールペンを作るっていう。プニプニボール。もう一回大きな声で。プニプニボール。触ると気持ちいいや。例えばプラレール、おもちゃとか本とか服も、小さい頃に着ていた服もとか、なんかベビーカーとかそういうのを売っています。結構予想以上に売れているので、私たちびっくりしてます。バスケボール買いましたって。買い終わった。前回2022年に開催しました時と比べて、フリーマーケットのお店を覗かれた後、人形劇を楽しまれて、その後、キッチンカーの、美味しいご飯を食べられてと、あちこち巡って長時間滞在されている方が多く感じます。会場では地元生産者が直売する高津三の市が行われたほか、東京都立大学児童文化研究会ジャリ研による人形劇も披露されました。